はいどうもこんにちは、山本真です。おかげさまでですね、風邪がなんとか治りました。熱はあんまないんですけど、症状がずっと続くみたいなね、本当にしつこい風邪でした。皆さんもね、お気をつけくださいっていう感じでですね、本日はですね、デッサン初心者の方や、これからデッサンをしようと思う方、また独学でデッサンをされている方必見です。その他の方もですね、知識としてぜひ持っておいてくださいっていう感じでですね、今日はですね、デッサン初心者の方がこれを使うとマジで終わるっていうものを紹介していきたいと思います。そのアイテムとその理由まで詳しく話していきますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。僕はですね、独学3年から大阪芸術大学美術学科出身で、大学院でね、3年間働いて、今はね、画家をしながらオンライン絵画教室と大阪の文化センターの絵画教室の講師を務めております。博術会の会員です。絵を習いたいという人は概要欄の公式ホームページまたは、公式 LINE までご連絡をお待ちしております。はい、それでは本題へ行きます。はい、それではですね、デッサン初心者がですね、これを使うとマジで終わるっていうね、アイテム紹介していきたいと思うんですけども、これはですね、僕も実際独学の時にですね、画材屋さんで見つけて、本当にね、目から鱗の商品だと思って購入しました。まさにね、悪魔のささやき、悪魔のアイテムだと僕は思っています。これを使うことによってデッサンをする意味っていうのが本当になくなってしまいます。そして僕はこのアイテムを使って、そのアイテムを使ったせいで、何年もの間ですね、デッサンっていうものがどういうものなのか、本当は何のためにしてるのかっていうことをね、理解せず、そのまま過ごしてしまいました。で、結果的にですね、その変な癖っていうのを戻すのにめちゃくちゃ苦労したんですよ。めちゃくちゃ便利なアイテムなんですけど、使い方を間違えるとめちゃくちゃ危ない道具かなっていうふうに思います。前置きはこの辺にしておいてですね、早速そのアイテム紹介します。そのアイテムはですね、こちらです。これね、これアップルペンシルです。アップルペンシル現物がなかったんです。すいません。アップルペンシルは別に使って OK です。これじゃなくて、これに似たもの。正解は、ちょっとこっちに画像を貼りますけど、これ。これ何かわかりますか？見たことあるっていう人もいれば、多分初めて見たっていう人もいると思うんですけど、これはですね、サッピツと言います。もうこのアップルペンシルにちょっとよく似てるんで、アップルペンシルはね、今出しましたけど、サッピツっていう道具ですね。じゃあこのサッピツ、これは何なのかっていう話なんですけども、サピスとはですね、紙でできた芯のない鉛筆みたいなものです。で、じゃあ何に使うのかっていう話ですよね、これ。まあもうアップルペンシルね、これ似てるんでこれ出しますけど、このサピス何に使うのかというと、まあですね、ここの平らな面あるじゃないですか。ここでですね、鉛筆をこするとですね、書いた部分ぼかせるんです。ぼかせる道具で、これがめちゃくちゃ良くない、実は。めちゃくちゃ良くない、めっちゃ便利なんですけど、めちゃくちゃ良くないんです。これを使うとですね、つるっとした陶器の質感や人物の肌の表現とか、めちゃくちゃ滑らかに描けます。なんならこれ一本あったら陰影ね、めっちゃね、綺麗に描けます、ぼかせます。めっちゃ便利なアイテム。ただですね、僕はこれはほぼ悪魔の契約だと思っています。はい、これを使うことはですね、ではなぜそう思うのかっていうことなんですけども、デッサンっていうのはですね、本来形、明暗、そして面の流れっていうものを意識して描いていく必要がありますね。で、さっき言ったようにですね、このサッピツっていう道具は線をぼかすためにあります。線をぼかしたり、明暗のね、暗い場所をこうやってぼかして、綺麗に描くことができる道具です。これはですね、だからね、陰影をめちゃくちゃ綺麗に、めちゃくちゃ簡単につけられるんです、これがあったら。これがですね、本当に便利で、めんどくさいね、ハッチング、もういちいちこうやって線をこう引いて、いっぱいね、こう線重ねて明暗をつける必要がないんですよ。ちょっとね、濃いめの柔らかい鉛筆でこう塗ってぼかしたら、それっぽくなるんですよね。超簡単にですね、デッサンっぽいものができるようになるんです。実際ですね、僕はですね、何年間もの間この方法でね、デッサンをしていて、こんな合理的なもんないやろっていうふうに思っていました。だって細かく細かくこう線を重ねてね、するよりも、もうちょっとね、こうやって濃いめの鉛筆を置いてぼかしたらしまいやんかっていうね、もうこんな簡単やったらこれでええやんっていう感じで、
やってしまってたわけなんです。でもその悪い癖のせいで、その後数年間の間、デッサンっていうもの、本当のデッサンの意味っていうものが全く理解できずに苦しんで、ペラペラのね、油絵とかペラペラの鉛筆デッサンっていうのを描く羽目になりました。ではですね、まあなぜダメなのかっていうとこなんですけども、さっき言ったようにですね、殺筆使うとめちゃくちゃ簡単に陰影を出すことができるようになります。めっちゃ簡単にデッサンが描けるんですよ。でもめちゃくちゃ大切なものを見落とすことになるんです。デッサンはさっき言ったようにですね、形と明暗、そして面の流れっていうものを見ないといけませんね。もう勘の鋭い方やったらもうお気づきだと思うんですけども、この最後の面の流れ、これを全く見なくなってしまうんです。陰影だけ、形、陰影、それだけでデッサンを描いてしまうようになってしまうんですね。で、モチーフっていうのはですね、幾多のね、面で構成されています。これのね、面の方向に沿って鉛筆でハッチングしていくことによって立体感とか物質感を出すことができるようになるんですけど、殺筆を使ってね、陰影をつけてそれっぽく描けても、面の流れっていう、どういう風な面をしてるかっていうのを全く考えずに、もう陰影、明るい、暗い、これだけで描いてしまうので、本当にね、意味がないんです。全くもって意味がないデッサンになってしまいます。で、デッサンっていうのはですね、目で見てそれでそっくりに描くっていう能力だけを鍛えるわけではなくてですね、3次元のものを2次元に変換する能力、3次元のものの構造がどういう風になってるかっていうのをちゃんと理解する能力を鍛えるっていうね、そういう意味もあります。っていうか、むしろここがめちゃくちゃ大事なんですよ。ここがめちゃくちゃ大事だから、デッサンができる人は写真使って描いても実物見て描いたのと同じように描けます。はい。ただデッサンできてなかったらペラペラの絵しか描けなくなります。だからここがですね、抜け落ちちゃうんですよ、面を理解するっていう。で、そんな状態でですね、デッサンをね、こう何回やってもですね、正直もう全然伸びないです。これはですね、指とかね、ティッシュで擦るのも一緒だと思ってます。これは単なる道具で、もうその行為が良くないと思ってます。今デッサンをしていてね、心当たりのある方は本当にね、こういう殺筆とか使ってたらそれやめてください。で、しっかりと面を見る、どういう面でこの物質は構成されているのかっていうのを見る訓練っていうのをね、しっかりとしてください。独学で書いてると本当にこういうことにね、なかなか気づかずに悪い癖がついてしまうことがあるので気をつけてください。まあ僕が実際そうだったんで。もちろんですね、近くに絵画教室があるっていう方はですね、行ってみるといいと思います。デッサン教室とかね、いろいろあると思うんで、近くに絵画教室がないとか、通うことが億劫であったりとか、自宅でね、気軽に学びたいっていう方はですね、僕のオンライン絵画教室では独学の人にありがちな癖などもしっかりと矯正して、きちんとデッサン力を磨いていただけるカリキュラムを組んでいるので、悩んでいる方はですね、ぜひ概要欄の方に、ホームページ貼ってるので、そこからご連絡ください。公式 LINE でも OK です。まあ無料体験とかもあるので、まあそういうのも活用していただけたらなって思います。最後ちょっと宣伝すいません。本当にね、こういう、これはアップルペンシルなんですけど、これに似たね、殺筆、これはね、マジで使わない方がいいっていうお話でした。はいね、僕ほんまにこれで苦労したんですよ。なんかね、めちゃくちゃ便利じゃないですか。なんかもうそもそも考え方を間違ってたんですよね、デッサンっていう。見て、あ、影ついてるから影で塗る、明るいから明るくしとく、でもなんかそれでいいんじゃないみたいな、この線の流れとかそんなん別に関係なくて、明暗だけで見たらいいんじゃないみたいな、何が違うみたいな、そこが抜け落ちてたんです。なのでこういうね、道具に頼ってしまったっていうことがありました。なのでですね、皆さんもこれはお気をつけくださいっていうお話でしたね。殺筆って結構マニアックな道具なんですけど、意外と独学でやってたら、ネットとかの情報で見るとこれ使ってぼかしたらいいですよとかよく書いてるんですけど、マジでやめた方がいい。はい、マジでやめた方がいい。雰囲気デッサンやったらね、それっぽい雰囲気書けると思います、これ使ったらね。デッサンうまいやんってね、ちょっとなんかデッサン知らん人から言われるくらいやったらこれ使ったらいいかもしれないですけど、本当の意味でデッサン力を鍛えたいとか、デッサンを本当の意味で上手くなりたいっていう場合は、絶対これは使わないでくださいっていうお話です。これ僕の絵画教室でもめちゃくちゃ口酸っぱくして言ってます、これ使うなーって感じではい、よく見る、面の流れを観察する、これがめっちゃ大事です。今回の動画のね、感想とか、皆さんがデッサンでこれは使う方がいいよっていうのがありましたらですね、コメント欄からコメントよろしくお願いいたします。
この動画がいいと思った人はチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いいたします。もうすぐ6月、はい、そんな感じでね、もう展示が近づいてますんで、ちょっと今ね、こんな感じで絵描いてます。10号です。はい、これね、白日回転の関西展の時に白桃会っていうね、展示があります。アベノハルカスの、11階の美術画廊があるんですけども、そちらで展示する絵です。で、今2層目で、これから3層目で、もう完成に向けてね、あと1週間しかないけど、ちょっと頑張りますっていう感じです。はい、皆さんもね、なんかこの変な時期、周りちょっとね、風邪ひいてる人多いんで、皆さんもね、ぜひ風邪には気をつけてお過ごしくださいっていう感じでした。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。